はい、こんにちは。こんにちは。モーリーです。タロです。市川です。井上です。はい、通りがかりの井上です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、サーブ、かっこいいサーブを打ちたいで、今日は素晴らしいアイテムを、てててててて、じゃーん、あずまさんにいただきました。はい、スピンサーブマスターってやつ。スピンサーブマスター、うん、私も使ったことないんですけど、これを装着して打つとスピンが打てちゃう。もうこんな感じ。これで結局この角度が保てるってこと。これ以上こう、でもちょっと伸びるけどね。まあゴムですからね。でちょっと打ってみようと思います。はい、おなんかその角度がいい感じに見えますよ。おっとおお、なんかいい感じ。はい、なんか勢いはついてます。はい、ちょっとお願いします。握らないでも打てそうなんですけど。なんか、くねくね感が出ない。くねくね感が出ない。すごい。おお、縛られてる。縛られてる感がありますね。初めての縛られた感覚。おお、なんだこれ。おお、ナイスサーブ。おお、おお、すげえ。ちょっとスピンサーブが。これを外した後にやると効果が倍増。ああ、なるほど。これを外したら、解き放たれて、解き放たれて。これを外した時に。外したぜ。どうですか、スピンサーブを打つ練習の器具として、はい、これは有効？これが全然こっち行かないんですよ。はいはい、行かないですよね。でその状態でこう腕を動かしたりっていうタイミングを掴んだりっていうのにすごくいい感じしました。ほうほうほう。こう伸びちゃってバラバラになっちゃいやすいじゃないですか。伸びないでキュッっていう、どうしてもこう、肘の切り返し、うん、これを使わなくちゃ打てないっていう状況ができちゃってるんで、それはすごくその感じを味わうのはいいかもしれない。じゃあ私とか井上さんとかがスピンサーブを練習しようと、はいはいはい、いう時にはちょっとつけてみるのもありかもしれない。あ、僕はありじゃないかなと思います、ね。はい、近くコーチもありだと思う。そうですね、まあたまにこう刺激して入れるのはいいかもしれない。はいはいはい、あ、こういう感じなんだっていう、あとはここら辺で余計なことしてるんだっていうのが分かるとだいぶ、はい、毎回刺激がお好きなよ。